ちょっと今リーゼントじゃないです。可愛いでしょ。リーゼントにしていきます。最初はもうね、櫛使わず、ブラシ使わず手で結構もう形を整えて、サイドをこう横に流すことが一般的にはリーゼントって言われてるんですよ。中学校の卒業式とか、成人式とかには必ずリーゼントにしていったんですけど、本当に毎日リーゼントし始めたのがもう8年、9年ぐらい前かですかね。すごいテンパなんですよ。リーゼントには向いてるけど、もう中学生とかはこのテンパが嫌で嫌で。あ、そうですね、番長もこんな感じ。浜の番長系だね。リーゼント繋がって、北野翔さんとも知り合えたし、スプレー代がバカになんないんですよ。リーゼントスポンサー募集中です。ナイスリーゼント完成。